こんにちは、みずきです。今回は私のムダ毛ケアについてご紹介していこうと思います。はい、ということで、肌見せの季節に気になるのはまずムダ毛ケアですよね。私は自分でムダ毛処理をしてるんですけど、脱毛サロンとかにね通ってる方も多いのではないでしょうか。私みたいに自己処理派の人にも脱毛サロン派の人にもおすすめのシックハイドロシルクトリムスタイルについてご紹介していきたいと思います。はい、私のムダ毛ケアは前ね動画で紹介した自宅で使う脱毛器とかカミソリを使ってお風呂場でケアしてるんですけど、基本的には手軽に使えるカミソリを使ってケアをする方が多いです。ということで、その私がしているカミソリのケアについて詳しくご紹介していきます。はい、まずは今お風呂場で主に使っているものがこちらです。シックのハイドロシルクトリムスタイルというものです。これはボディ用のカミソリとビキニライン用電動トリマーが両方についていて一つになっています。こっち側のね電動トリマーはここのスイッチを入れて使うものなんですけど、この刃がね直接肌に触れないのでデリケートな VIO にも安心して使えます。で、ここでこんな感じでカチカチっと4段階に長さ調節ができるので、 VIO の毛量とか長さを簡単に調節できます。で、あと VIO の V の部分をハサミで整えてる方もいるかと思うんですけど、ハサミで整えるとこう毛先が鋭くなってチクチクしちゃうと思うんですよね。なんですけど、これをね使えば断面がチクチクしないし、長さ調節もすごい簡単で綺麗に仕上げることができます。 VIO のケアは本当に大事だなと思っていて、夏の暑い時期の匂いとか蒸れを抑えてくれるので、しっかりケアをすることをおすすめします。あと脱毛サロンに通ってる場合は、施術の前日とか前々日に自分で剃っていく必要があって、でそこでね電気シェーバーを勧められる人もいるかと思うんですけど、このトリムスタイルだったらサロン前のケアも普段のケアも両方できるのですごくおすすめです。私はね脱毛サロンには通ってないんですけど、この電動トリマー部分は少しだけ毛を残す必要がある脱毛サロンに通ってる人のセルフケアにもぴったりだと思います。で、こっち側のカミソリは5枚刃になっていて、綺麗に優しく剃れるので、普段ねすべすべ肌にしたい時に使えます。この2つが一緒になってるっていうのがすごく便利ですよね。さっきもね説明したんですけど、こっちの方はこうやって普通に使う感じのカミソリです。今ちょっとお水をつけたんですけど、ここに水に濡れると溶け出すモイスチャー美容ジェルもついてるので、こんな風にスルスルと使えます。もうシックのカミソリは多分中学生くらいからずっと使ってて、本当に信頼してるというか安定のもので、今はねこれにたどり着いたという感じです。私もね今後もし脱毛サロンに行くことになったとしても、セルフケアをねずっと続けようと思ってます。今回紹介したこちらのトリムスタイルはドラッグストアとかでも買えるような商品なので、学生さんとかにもねおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。Thank you.